主な撮影が行われたラスチーブチネフニーズド周辺。ラスチーブチネフニーズドでは、玄関外のシーンなど一部の撮影が行われ、邸宅外観が入るシーンは、英国のことを再現するため近くの断崖上に別に建設した撮影用のセットが用いられた。テンリトル・インディアンズは、1987年に公開されたスタニスラフ・コボリューヒン監督。 脚本のソビエト連邦の映画である。アガサ・クリスティンの小説、そして誰もいなくなったを原作に、国営オデッサ映画スタジオが制作した。1930年代後半、8月初めのある暑い日、イギリスデボン州の黒人島に、年齢も職業も異なる8人の男女が招かれた。島では2人のメシスが出迎えたが、メシスの雇用種で8人の招待種でもある。 応援夫妻は到着していなかった。悪天候で本土との連絡が途絶える中、10人に奇妙な事件が襲いかかる。米、21世紀フォックス版及び英国のラジオ、映画プロデューサー、ハリー・アラン・タワーズによる本案版が、いずれもクリスティ脚本の議曲版に基づき、生存者がいる結末であったのに対し、本作は小説版に基づき、 住人全員が死亡する結末を迎える唯一の映画作品である。また、小説初期版に順じ、島の名前を、童話の題名を、とし、殺害に応じて数が減る人形も、小さな黒人の人形を用いた。英題名は当初天リトルニガーズであったが、後天リトルインディアンズに改められた。真犯人についての描写は、原作小説から改編されている。 犯人がかねてから抱いていた殺人願望を動機とし、また間の十人目とみなすことが可能な死者を別に置いた原作小説版と異なり、本作では動機を病的、変質的なものとせず、犯人自身の死が真の十人目とみなすことのできる形をとっている。撮影は国会沿岸の建築記念物で観光名所のラスチーブチネフニーズドがある。 ウクライナソビエト社会主義共和国クリミア州、ガスプラ町とヤルタ市を中心に行った。また屋内シーンや屋外シーンの一部は、オデッサ映画スタジオがある、オデッサ市のボロンツオフ宮殿で撮影した。ありがとうございます。